隊の皆さん、お招きいただきまして誠にありがとうございます。それでは早速自己紹介、まずはちひろん。はい、私が皆さんにマイクを向けたらちひろんと名前を呼んでください。大きな瞳でみんなのハートにロックオン。水戸のスノーホワイトはちひろん。ありがとうございます。4代目ダンス部長ちひろんです。続いてリー。はい、じゃあ私がオンリーと言ったら皆さんでラブリーと返してください。その後全員でスマイリーでお願いします。いきますよ。オンリーラブリースマイリー。はい、リーです。よろしくお願いします。リー、ありがとうございます。じゃあゆめ。はい、私がマイクを向けたらゆめちゃんと言ってください。水戸ご当地ちゃんのお姫様といえばゆめちゃん。わがままで甘えん坊なゆめちゃん。はい、ありがとうございます。最年少のゆめです。よろしくお願いします。はい、はい、私たちは11月25日のラーメン祭りから活動を始めたわけなのですが、まあ、本当はもう一人ミキという黄色いメンバーがいるんですけれども、こうやってまだまだまだ ね活動して日が浅いんですけれども、たくさんの方に応援していただきまして、私たちは本当に嬉しく思っております。はい、それにしても今日は寒いですね。寒いですね。南町2丁目商店街さんやファンの皆様やたくさんの人に支えられてね、はい、私たちはあったかいのかな、あったかいんですけど、はい、皆さんも寒いと思うので、私たちのパフォーマンスで暖かくなってもらえたらいいなと思います。大丈夫ですか？口が回らないみたいなんですけど。やばいですよ。寒さで口が回らないみたいなんですけど。頑張ります。はい、パフォーマンスでね、はい、パフォーマンスを集められたらというふうに思いますので、はい、はい、はい、お願いします。今回披露させていただく曲なんですけれども、毎度おなじみ、はい、毎度おなじみ、毎度おなじみのね、茨城の美味しい食べ物が52種類詰まった曲になります。歌詞に注目してください。それでは聴いてください。茨城美味しいパラダイス。
みですね。はい、それではここから告知があります。まずはちひろん。はい、12月15日明日ですね、私とみーが水戸歴史文化検定を受験します。そして12月の24日、月曜日祝日ですねにはメガドンキホーテ勝田店にてクリスマスイベントを行います。とステージが2回ありまして、その後に初の物販とあとクリスマスケーキの販売があります。そしてそこで販売があるんですけど、それは後ほど夢にお願いするとして初めての物販がありますので、皆さんぜひたくさんお話しできればいいなというふうに思ってますので、お時間がある方ぜひお越しください。そして続いてリーですね。はい、新年一発目のイベントが決定いたしました。1月6日の日曜日、ご祈祷とあと撮影会が常盤神社1時13時からございますので、ぜひお時間のある方は新年一発目、私たち水戸ご当地アイドルがかかりに会いに来てください。あと私たちは個人でツイッターもしておりますので、ぜひそちらのフォローもお願いいたします。お願いします。あと私たちはですね、まだまだ新メンバーを募集しておりますので、よかったら新メンバーになってください。お願いします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ最後ゆめ。はい、2月17日の日曜日に、なんと、私たちの初の単独ライブが決まりました。イエーイ、おめでとう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、バレンタインデーライブ、ファーストバレンタインズライブ、はい、しっかりして、ファーストバレンタインデーズライブ、オッケーオッケーオッケー、はい、大丈夫大丈夫になっておりますね。はい、そのチケットの、はい、そのチケットを何の販売が12月24日のクリスマスイベント、はい、で販売されますので、ね、一般にお越しください。はい、お越しください。すみません、ね、そのために今ね、頑張ってね、いろんな曲を覚えて、はい、毎日そう、毎日夜遅くまで、はい、何曲を覚えております。はい、曲のレパートリーもちょっとずつと増えてきてるのでね、ね、そう、ぜひ、ほんとにバイトさん、めちゃめちゃ言われてるの、私はい、なので、皆様ぜひ楽しみにしてください。はい、お願いします。お願いします。寒いですね。いや、本当に寒いですよね。体が全然もう寒いですよ。本当に私ちょっともう振り間違えちゃってごめんなさい。間違えちゃった。ごめんなさいって感じです。本当にごめんなさい。ね、歌詞もねちょっとね、あるるるって感じで。私さっきのあのさ、手がこうなって後から指が出て。寒いですね。今の時期に。半袖いる？さすがにこの時期で半袖いないよね、まさか。ちょっとさ、半袖いたらもう風邪ひそうやって、それはすごいいいと思いますよ。頭がおかしいのは私たちだけで。そうだね。そうだね。はい、じゃあ静かにしよう。失礼しました。静かにしちゃダメだよ。静かにしていいんだよ。ごめんなさい。はい、私たちはこれから水戸市のことを全国に PR するために、たくさんの場所でたくさんの活動をしていきますので、ぜひ応援をよろしくお願いいたします。以上、水戸ご当地アイドルカコカリでした。ありがとうございました。